プラユット・チャンオチャは、タイ王国の軍人、政治家、首相。2014年の軍事クーデターにより、2019年3月の総選挙での民政復帰までは、軍事政権トップの地位にあり、国家平和秩序評議会議長や首相を兼務していた。1954年3月21日、ナコーン・ラーチャシーマー県出身。2014年5月20日、前年から続いていた対反政府デモをめぐって、陸軍司令官として戒厳令を発令した。その2日後の5月22日、国家平和秩序評議会を結成して、軍事クーデターを決行し、同国の実権を掌握した。ニワット・タムロン首相代行率いる文民政権を打倒した。これにより、約3年間続いていた対抗検討によるタクシン、元首相派政権が崩壊した。同年8月25日、国王からの任命を受けて、正式に第37代首相に就任した。2015年2月に非対首脳会談のため来日。2019年3月24日の総選挙では、プラユット率いる国民国家の力党は115議席で第2党となり、同年5月下旬の時点では、少数政党の協力を経て引き続き首相を務める見通しとなっていた。その後、6月5日のタイ王国国会上下院合同による首相指名選挙において、プラユットが500票を獲得し、タイ王国首相に選出され、6月11日に就任した。7月16日、新政権閣僚が国王への宣誓式を実施し、正式に国民国家の力党を中心とした19政党による連立政権が発足。これにより国家平和秩序評議会は解散となり、自動的に議長の任が解かれた。2021年3月9日、閣議後の記者会見で報道陣からの内閣改造に関する質問に苛立ち、新型コロナウイルス対策用のアルコール消毒液を記者らに噴射する暴挙を起こした。2021年4月26日、プラユットが政府の会議中にマスクを着用していなかったとして、バンコク都から罰金6000バーツを課された。ありがとうございます。